林田久江様は1989年4月10日福井県坂井市の地に父慶様母夏美様ご夫妻の間に待望のお子様として産声を上げました。ご結婚を卒業後に控え就職活動と結婚式の準備を進める中、先月突然頭痛を訴えご入院されました。ご家族や健之助様に支えられながら病魔と必死に戦われましたが、今月4日朝日に照らされながら最愛の健之助様が手をつなぎ温かく見守る中、静かに24年のご生涯終焉を迎えられました。故林田久江様のご冥福をお祈りいたしまして黙祷をお願い申し上げます。ご一同様、ご起立ください。黙祷。ご婚約者であります曽我部健之助様健と久江は先月の2日急な頭痛を訴え中央病院に緊急入院し、家族と健之助君が交代で看病してきました。今となってはその夢を叶えることはできませんが、その夢を少しでも実現させてあげたいと思い、今回は結婚式を表現できるように無宗教形式にさせていただきました。それではご一同様、これ何か合唱をお願いいたします。本日はお忙しい中、本当にたくさんの方々にご回答くださいまして誠にありがとうございます。まだ小さい子供だと思っていた久江が結婚をすると私に報告をしてくれたのはほんの2月前のことでした。結婚式で着る予定であったドレスを飾っていただき、親しくしてくださった皆様方にこのように囲まれた久江は今までで一番いい笑顔をしているように思います。この無宗教式っていうのはここに形にするまでが勝負なんです。葬儀者として誠心誠意アドバイスできるかどうかっていう、お客様遺族の思いをね、実現するようにお手伝いをするっていうのが、葬儀に従事する我々の大きな役割でありますんでね、よくできたと思います。細かいことは私からはもう言いません。で、あとは葬儀社でよくあるクレームとしてなんですけど、そこにお花いっぱい残ってるじゃないですかと言われる可能性はあるかなっていう気がします。もう少しちょっとお花を摘んで差し上げた方が、この回送者の数に対してはちょっと少なかったんじゃないかなという気はします。細かいところで、そういったところとか、あと動線がもう少しいまいちはっきりしないところがあったりだとかっていうところがちょっと目についたところでございます。じゃあ友の、無宗教の場合ってね、本当に創立者がどのように企画をきちっと立てて、その流れをですね、今米山先生も言いましたけど、流れをどうつないでいくかというような、そういうところだと思うんですね。厳粛に重々しくというのの中でちょっと感じたのは、翔さんの司会の言葉が非常に淡々としていてるところは評価するんですけども、黙祷というのもですね、黙祷っていうのと黙祷ってこう長くするのとその重みが印象が違いますから、まとまりがあったなとこう思っておりまして、私も大変満足をしております。これからいろんなところへ行ってですね、その実際の葬儀というのを勉強して、ね、素晴らしい、ディレクターになっていただきたいなというふうに思います。以上です。ご苦労様でした。ありがとうございました。